끊어요. 뭐 지금 다 꺼서도 생각 입장 끊어요. LED가 그걸 삐걱삐걱 시켜요. 그치나 LED이마 아니마. 카이덴사이어스 아주 스피카라 토스타 강의지. 카이덴사이어스도 가나리 히로이스네. 자, これが 오시죠. こんな感じの空間。いいよ、しゃな。あ、網としようか。こっちが網でしょうか。網戸もね、つけたんだよね。よいしょ。これ網で。ここから、こう網でね。火を使うときには、 こんな感じで、いつも調理をして、後ろシートの展開で、よいしょ。それがここの前まで、行きます。もう向こうまで行くのかな。こんな感じで、フラットに行くかな。こっち向きね。 こっち向き。こんな感じだね。それはレスト取らないかな。レスト取らないかね。あ、向き変えれるってことだね。もうグタグタや。よいしょ。 これ伸びてたね。この状態で来て、さっき持ってきました。テーブル。牛のテーブルです。で、足を回し直すと、テーブルになる。こういう感じ。こんな感じ。そう、テーブル。 隠し用の磁石。じゃあこれでベンチも外して、外しとこせんでよかったっけ。まあいいか。 ガスですね。ツインになってます。ガスタンク。元電源、元栓がここにある。これね。ふいっとね。で、閉まっとく感じ。ハグジン取ってあげよう。ハグ、ハグ、キーン。へへへへ。こっち来いよ。うわ。はい、広い。 これがベンチの後ろになった。
開放感があってとっても広いです。座席も一番前にしました。ここだとなんか荷物もねいっぱい詰める感じで、これは一番向こうまで行けるのかな。前にも行きます。これが一番後ろ、これぐらいの開放感がある。これが、今年かなんか去年つけたウェブヒーターです。本体でもね、あんまり使えなかったで、これが 12V のシガライターの電源と、はい、それぞれ結構ね足場いたどのくらいがあった。そんな感じですあ、これ何してんの？タクジン、こっちおいで。タク、あ、ボールちゃん。タク、ボール。タク、あ、こんなとこにある。こんな感じですね。ちょっと今日は暖かい。暖かいというか暑いか。ピクニック。網戸をつけたから入れにくくなったな。うまい。これぐらいの広さ。結構大人一人やったら十分、子供だったら二人ぐらい寝れるぐらいっていう話ですね。スリーピングパッドね。
これ寝袋ね。内側は2人で、まあ雨が降った時とかはね、2人で2人で寝るから、ちょっと狭い。はい、これはモンベルの寝袋で寝ます。こんな感じ。これが2階のベッド展開した感じ。マットを敷いて、寝袋と、こんな感じで寝れます。揺れてるけど映ってんのかな、わかんない。こんな感じ、映ってないかもしれないけど。マットとか、マットとか、そういうとこだね。え？よいしょ。この金具で天井を固定します。カバがいるな。いらない、溜まってると中にしまね、作成した、ワンコ用のコンソール台です。もともと標準ではついてません。ちょっと待ってよ、出たしょ。もともとはこれがないかな。なんもないかな。こんな状態だったんで、ちょっとワンコが生き生きできないから、そして、塩化ビニールの塩ビ管で塩ビ管を切って下に貼っつけて、さっき今どこへ行く、うわをつなげて、コンソール台を作りました。これで、はい、こんな感じで、回転対策の時にできないと思うので、もう、もう自由に行き来できます。ハハハハ、お下にも自由にいける。